仮面越しのユーチューブユーザーの皆さん、こんばんは、オッピーです。プロスカー新規ガチャが始まっています。てか今起きたんだけど、起きて今から100連以上引くって、ちょっと気持ちは整ってないよな今寝起きでちょっと今イラストも見ていってるんですけど、パッと見の印象言っていい？ビビバスだなって思いました。こんななんかド直球なビビバスイラストもなかなか久々というか、テンション上がりますねうわ、サムネどうしようかなとかもう考えちゃってますよね。といった感じで今回、仮天井、まあ、引けたら終わるし、今までの僕の東雲明人くんの運って、もうそろそろ収束して、もう初手とかに引けるんじゃないのかな。そんなわけないもんね。また、引けないとか。そんな誰かが操作してるとしか思えなくなってきますんで、そんなことはないと思います。じゃあまあイラストとかも見ていきますか。これ、明人くんの部屋っぽいよな、やっぱ。やっぱ、明人くんの部屋っぽいよな。ネカフェとか言ってたけど、靴置いてるし。なんか、部屋感あるし。何その椅子。なんか今、ゲーミングチェア座ってる俺が、ちょっと恥ずかしくなってきたもんね。スコアアップ、といった感じで。特訓後、これはね、クールタイプだから、もうそういった色合いになってるのかなって感じもしますけど、まあ、ビーボス背景、この色っていうのはね、よくあるんで、まあ、どっちとも捉えれるのかなって感じですね。あっさよこはねさん、判定強化ですね。おっと？お揃いのポーチ。誰か。書いて、特訓後は。ここカメラマンさんもブルーライト使ってますもんね。確実に。まあ、あまり心配はしてないですね。あずさわこはね運はすごく高いんで僕。なのであんま深く考えずに引いてれば勝手に出てきてくれんのかなっていう感じ。さあ、あんちゃんと、特訓前のこの感じ、この背景の感じ見たことありますね。プロセカよく用いるやつ。そして、スペシャルスキルといった感じで特訓。あんさん。今のところサムネイルあんちゃんど真ん中なんだけどね。引いていくんですが、工場ガチャということで、ガチャボーナスというものがございます。そして皆さん僕、右上優勝クリスタル見てもらうと、ガチャボーナス一切たまんなそうなんだよな。いや、たまんない。でも4周年の時から、なんか、せこせこ集めたクリスタルたちではあるんで、まあ、課金もしてるけど、まあ、それでも、無課金で集めた石もいっぱいあるんじゃないのかなっていう。なんで今日、ちょっともったいないかもしれないんですけど、ガチャボーナスとかあまり考えずに、まあ、していけたらいいのかなと。いやでも、まあ、ガチャボーナスなかった。たらピックアップ確定ないのかめちゃくちゃ苦しい説あるか。まあ、とりあえず200連は引けばね、天井には行くんで。逆に天井まで誰も引けないとかだったら、今後めちゃくちゃ頼っていこうと思います。その場合いつもカットされる納税パートから、優勝クリスタル使って10連。もうこのガチャのためだけにずっと優勝クリスタル1500個ぐらいだけは残そうと。そろそろ確率収束するんでね。あれ？なんか、いや、ある。あるロードだったよ。ロード比較何回も見てんだから、俺、あの動画、自分で作った動画。あるに決まってんだよね。いっぱいいるけど、9連目だけ、しっかり見ていこう。ロボットでしょなんて、バカみたい。ロボショバカね。つかさく、今笑ってくれてたよね。今のところ、ワンダショの星音が出てきそうだけど、全くビーバス弾ける気はしないんだけど。なんだか不思議な音だね。流れが急にビビバスに変わった。確率って収束するんですよ、皆さん。ありがとうございました。たくさんの思いが詰まってる場所だね。どこ？そのたくさんの思い詰まってる場所どこ？ロード入ったもんな。たくさんの思いが俺にすり抜けっていう結果をもたらしてくれた。はい。なんで？ロード入るなんてめったにないのによ。こっからはクリスタルあ、チケットあるんですよ。そういえば、20連しかなかった。なんでそんなチケット20連しかないの？なんか40連ぐらいあった記憶あるけど、なんかどっかで使ってるな、これ。またね、ロード入ってもさっきミクさんだったんだよ、ロード。どうせ何も起きない。知ってたよ、最低保障。僕たちは、もう。僕たちはもう、東雲明人迎えに行くことはできないってか？できますよ。こんなに石あるんだもん。な。僕たちはもうかな？僕たちはもう、プロセカ工場ピックアップ誰も引けないとかなのかな？まあいいですよ。ここで昇格されてもなんで。こんなところで運使ってもなんで。ロード入った時に、運は全部使い切りたい。みんな、すごくいい調子だね。何を見てそう思ったんですか？いや、30連引いて。ビーバスゼロですけど、何を見てそう思ったんですか？調子いいかな？調子いいんだったらまだ流れ変えずに、そのまま引いていこうかなと思うけど、40連、何やってるんですか？星を引いてください！ロード入ってください！どうしたらいいのか、わかんないんだ。俺の気持ち代弁してくれた。しょぼぼぼーんって。俺の気持ち、しょぼぼぼーんまではないけど。まあ、でも、こんな無償クリスタルで工場ガチャを引くの初めてなんで、どういった展開になるか分かってないんだよな。どうしたらいいか本当に分かってないけど。まだね、100連は引けるんで、無償クリスタルで。はい、行きます。50連目。
どうしたらいいんですか。僕たちはもうどうしたらいいかわからないんだけど。昇格はしなくていい。ローム入った時にしてくれたらいいから。てかもう何回連続最低保証見てんの。またエゴサーチしたら、なんか私より僕よりひどい引きしてたから元気出たみたいな。いやそんなつもりないからね。全然引いてドヤ顔で動画を終わることもできるんですよ。いや今までできてないんだけど。首に手を当ててこうか。やだ、そんなしなくてもかっけえから大丈夫。安心して。流れ切ろう。流れ切ります。はい、流れ切っていこう。60年目ね。ここからいきます。アキト君の時に引きます。はい、ロード入る。なんで俺は数ヶ月に一回こんな苦しい展開を経験しなきゃいけないんだろうね。デリシャスです。セクシー馬じゃねえよ。そう、俺の精神ダメージ考えてくれてないでしょ。星4ってさ、待って、10連目でしか見たことないよ。にしてもね、一緒28000、まだ参る。思いのほか空腹になっていたようだ。さっき飯馬で食べたでしょ。飯食ってこい。やばい、もう黒瀬香さん、むずいて。ガチャむずいて。少し休ませてもらおう。青柳東也くん何回出てくんねん。ずっと出てない。ここアキトの部屋じゃねえわ。アキトの部屋急にソファでかくなったな。次ガチャボーナスです。はい、踏めますね。行きましょう。実際は90連目。結構引いてる90連目。やっていきます。ロードはなかったよ。もうただの昇格。これで2枚目だけど。90連で2枚目。あ、しほちゃん。相変わらずミスディレクションしてくるんだ。無課金で引くのって少々骨が折れますね。まだガチャボーナス50。いや、こんなに無課金で引いたのはなんだかんだ初めてかな。うん、もったいないから限定に回そうみたいな。でもまあなんだかんだピックアップ確定のところは踏めんのかなと思います。100連目。あれー、ボーナスとかなんもない。ただただ引いたやつ。ここまで来たら3分の1だと思いたい。2枚ある。でこの2枚両方来て、まさきと。これからも歌を歌い続けよう。で待って、軍服のやつだよね。持ってるよね。大丈夫、安心して。そのロードではない。オッケーオッケーオッケー。そう言ってもらえてすごく嬉しいです。ああ、ですよね。まずアッソロさん迎えるところから始まるんだから。僕のガチャも実写動画もそうだけど、とりあえずアッソロさん見るところから始まるんでね。ロード入ったアッソ、帽子。相変わらず、こういう帽子つくんでね。さあ、100連でピックアップが1枚。ただ、あと1周は50連分は残ってる。ここからアンちゃんとアキトくん、もうぶっち抜くしかないよね。いきます。ながらキラー110連目。飛ばしますね。ここからはダイジェストなんで飛ばしていきますけど、日進月歩いません。ビーコなんかじゃないよ、だっけこれ。なんだっけ、ちょ忘れちゃった。100、ダイジェストになった途端鬼早いからさ、サクサク出てほしいけどね。たくさん、やばい、やばい。あと20連ね。石のこと考えるとあと20。やばい、やばい、やばい、終わった。おい、ひど。運営さん楽しいですか今。課金するね。今裏で石買ったけどどうなるんだろう。160連目。やってますけどね。引いても50。何回目の天井だよ。もう何回目の天井経験しなきゃいけないの僕。何回目の天井経験しなきゃいけないの。107。あー、ピックアップ確定。これもう単発でいくか。確定です。行きましょう。やっぱここでアキト君引いて、ロード入った。待って、ロード入った今。あ、そうそう。ロード入ったかな。入ってなさげ。ちょっと待って、アッソーさんじゃない。アッソーさん引いてんだよ。アッソーさん以外なんて。あー、なんて言おうとしたか。アキト君天井です。アキト君天井ですってことを言おうとしてました、僕。ロード入ってたわ。ありがとうございますね。アキト君天井ですよ。あと26連ね。あと26連で、あと天井だわ。納税で踏んでもいいんだけど、動画でアキト出ないっていうのどうなんて感じなんで、いきます。その前に来てもいい。来ないね。108。あー、星王は来た。今何連？これ194連目だよね。星王は来ました。あのね、みんな、聞いてほしいの。またアキト天井だったよ。配信つけて言うわ。またアキト天井だったよって。いや、10連は引かないね。でも、アキト、取っていきます。なんか、発散引いたけど。出ないよね。てか、出ないんだ。200連して。星4の枚数もめちゃくちゃ少なかったと思うけど、今回。ひどいガチャだった。絶対に、救ってみせるよ。あー、マリオネットね。
マリオネットの時から絶対に救ってみせる。すっごいね。もう4年間。そして皆さん、お待たせいたしました。天井です。はい。天井です。天井です。なんで？なんで？なんで天井なの？ガチャシール券10個ある。大丈夫か？行きます。なんで天井なの？燃え尽きちまったのか。はい、天井だ。アキトの部屋だ。わーい、アキトの部屋だ。アキトの部屋見るのに6万クリスタルかかってるけどね。星の枚数は、めちゃくちゃしたぶれました。まずは、まあ、初手には絶対出てきてくれる、アスワさんです。下出ししてますね。ビビットバットスクワット、どんどん下出しキャラが増えていってますけど。白石さんは、ガチャボーナス、しっかり踏めたっていう。まあ、ガチャボーナスとかだけのこと考えると、いい結果にはなった気はしてる。うわ、いいラスト。スマホは、アキトのスマホだよ、よく見たら。で、あ、何個ついてんの、アクセ12。何個ついてんの、これ。はい、そんな感じで今回僕の編成、もうしっかり変わりましたね。いや、めちゃくちゃ変わったんだけど、まあ、そのままガチャ引いたキャラクターを、昨日の仮編成の状態から交代したっていう。しっかりなんだかんだ3ピック揃えることはできました。あの、4年前のリリックの時は僕確か2ピックしかね、300連して2ピックしか揃えなかった。そういった記憶もあるんで、まあ、こっからマスランとかとつって、まあ、そのサブチャンネルでとつっていけたらいいのかなと。アキトくんのね、キャラクターランクも、まあ、110いくつかにはなると思うんで、ぜひ、サブチャンネルの方も見ててくださると幸いです。はい。ハッピーさん、知ってたけど、まあ、でも、知ってたけど、いい引きするんじゃないかなと思って、チラッと見に来てくれた、そこの皆さん、すいませんね。また、天井でしたわ。感想コメント欄に書いててください。エゴサーチもするんで、ぜひ、ツイッターとかにも書いてみてください。ご視聴ありがとうございました。